はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。ということで今回はですね、SNS 集客でコストをかけず1ヶ月目で月商345万円をですね、売り上げる方法についてですね、戸張さんと一緒に、動画をね、撮っていきたいなと思うんですけれども、戸張さん本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、まず最初なんですけども、お名前は、戸張さん。はい、戸張健二と申します。はい、ありがとうございます。戸張健二さんですね。はい、ご年齢は今おいくつでしょうか。今46です。あ、46歳。なるほど。結構若々しく見え、46歳に見えないって言われないですか、よく。ちょっと今、スポーティーな格好してるからかも。素晴らしいですね、46歳。どちらで今活動されていらっしゃる感じでしょうか。自宅にオフィスがそのままあるので、東京の練馬区におります。あ、なるほど。じゃあ、東京で自宅オフィスで活動されていらっしゃると。はい。かしこまりました。今、まあ、ご職業っていうところをちょっとお伺いしていきたいなと思うんですが、はい、現在どういった活動をされていらっしゃいますでしょうか。はい、2つ事業あるんですけど、はい、メインの事業は、集客コンサルとして、ブランディングとか、あとは SNS マーケティングを中心に、ブランディング ×SNS マーケティングと、いったのが一つのメインの事業で、あとはもともと10年前に開業した居酒屋がありまして、そこの居酒屋のテーマやってます。あ、じゃあ、飲食の方もやられていらっしゃると。はい。うん。かしこまりました。で、まず最初にちょっとお伺いしたいのが、まあ、うちのアカデミーにご入学していただいた、まあ、きっかけっていうところをちょっと聞いていきたいなと思うんですが、はいはい、まあ、実際 SNS を教えているスクールとかコンサルって別に我々のところ以外でも結構いっぱいあったりするじゃないですか。まあ、ぶっちゃけ。はい、まあ、その中で、まあ、なぜ我々のアカデミーを選んでいただけたのかなっていうところをちょっと聞いていきたいなと思うんですけども。なるほど。はい、ですね、もともと私もコンサルとして7年ぐらいやってるんですが、ええ。もちろん、いろんなところの講座で学んだりとかしてきた中で、はい、こう、もともとビジネスモデルだとか、マーケティングだとか、うん、SNS だとか、いろんなことを学んでる中で、うん、こう、学んできたんですけど、まだ、なんかこう、バラバラというか、はい。いろんな、こう、YouTube だったら YouTube だけとか、うん、Facebook だったら Facebook だけってとこが多くて、なんかキリがなかったんですね。ああ、例えばインスタだけで例えば50万とか、LINE やっただけで70万するスクールとか、はい、まあ、結局切り売りになっちゃってるよっていう感じですかね。そうですね。確かに、おっしゃってることはほとんど一緒なので、ツールが変わってるだけなのかもしれないんですけど、うん、そのツールをこうコネクションしながら、こううまく成果を出す方法っていうのが、いわゆるネットマーケティングとか SNS マーケティングをちゃんと体系化できてるところっていうのはなかなか見つからなかったんですよね。はい、なるほどですね。それを体系化できる場所としてをずっと探していらっしゃってて、で、我々のアカデミーにつながったっていう感じですかね。もともとはそのリアルの飲食店から始めてますから、はい、リアルのこう交流会に参加したりとかして、うん、こうお会いしてコンサルを制約してっていうのは得意だったんですが、ネットマーケティングはちょっと苦手だったんですね。マーケティングいろいろ学んではくじけて、学んではくじけてを結構やってて、結局リアルに逃げてたんですけど。そうなんですね。で、やっぱりこう、でもやりたいなと思って、ここにたどり着いた感じですね。なるほど、なるほど。それで、まあ、まあ、うちとかだったら、インスタとか、LINE とか、YouTube とか、営業とか、まあ、そういったものすべて教えている、まあ、そういった体系化できる場所として、我々のアカデミーを選んでいただけたと。そうですね、はい。うん。かしこまりました。で、早速次にお伺いしていきたいのが、まあ、うちのアカデミーに入ってから、まあ、どういった、まあ、実績が、まあ、出たのかってところを聞いていきたいんですが、今まず、はい、インスタのフォロワーっていうのはどれくらいでしょうか。もともとインスタはちょっと研究していたのもあるんですけど、はいはい、現在は4300人ぐらいです。4300フォロワーと。はい。なるほどですね。で、実際に LINE アットは今何人ぐらいですかね。LINE アットはですね、今回のこのちょうど1ヶ月ぐらいには経ちましたけど、はい、ここに、入塾させていただいてからゼロベースから始めたんですね。1回ちょっとリセットしたんですよ。うんうんうん。で、今がちょうど90人です。あ、素晴らしいですね。90人。ちょうど90人、ジャストと。ちょうど90人ですね。なるほどですね。ちなみにこのインスタと LINE アットは、まあ、特にインスタ始めてからの期間っていうのは、だいたい何ヶ月ぐらいで4000フォロワーぐらいまで。インスタ自体は、6月からちょこちょこやってたんですよ。なるほど、なるほど。ただ、あまりちゃんとやってなくて。はいはいはい。なんか、本読んでもよくわからないって、やめては、またなんかやってみたりみたいなことやってたら。独学でやられてたって感じですかね。毎日やれてたかったです。じゃあ、本気を出してから始めてから大体。本気出してからほんと1ヶ月ぐらいですね。1ヶ月ぐらい。あ、すごいですね。家4000フォロワー。で、LINE アットもそこからゼロベースで集めていって、今90リスト。はい。あ、ただ、
フォロワー自体は3000ぐらいは最初からいました。あ、なるほど、なるほど。サイズ伸びたのは1000ちょっとだと思います。あ、なるほどですね。だから90人ぐらい増加をしているっていう。インスタは1000人ぐらい1ヶ月で。インスタが1ヶ月で1000フォロワー分ぐらいで。LINE が90人ぐらい。はい。なるほど、なるほど。かしこまりました。で、ここからまあ実際売り上げどれぐらい制約したのかともお伺いしていきたいなと思うんですが、はい、今って商品単価おいくらでしたっけ？今回その SNS マーケティング実践会っていうのをちょうど1月から始めたったりなんです、はい、昨日、おとといぐらいに始めたんですけど、はいはいはい、それがあのバックエンドとして、これは金額も言っちゃった方がいいですか？はい、もし差し替えなければ。はい、88万円のコースと、はいはい、あと55万円のコース。うんうん、なるほどですね。まあ、ややあのどちらかというと高単価の商品と。そうですね。はい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 。なるほど。実際これが制約ベースでいうとどれぐらい売上につながってるっていう感じですかね。売上の合計でいうと今340万だと思います。50万弱だと思います。340万ぐらい。はい。なるほどですね。ってことはだいたい88万と55万なんで、まあ、平均単価がまあ70万と。そうですね。前後ぐらいなんで、はい、まあ5件ぐらい制約をされていらっしゃるって感じですかね。そうですね。うん、正確に言うと、私の元々やってる塾があって、そこからモニターで入れてる人もいるんですね。なるほど、なるほど。まあ、モニター価格で、まあ、元々いただいてる金額もあるので、うん、あとは、新規としては4名です。あ、なるほどですね。じゃ新規で4名のクライアントを獲得できていると。はい。素晴らしいですね。まあ、実際ちょっと集客できた成功の秘訣とか、まあ、制約が決まった秘訣というところを次お伺いしていきたいなと思うんですけども、はい、まあ、戸張さん自身が、まあ、その集客してお客さんを集めるときに何か気をつけている点であったりとか、まあ、うちのアカデミーに入っていただいてから、新たにこういうところを気をつけていこうって思っている、まあ、そういった点とかって何かありますかね？そうですね。今は本当に、おかげさまで北野さんとか上村さんのをいろいろ見させていただいて、ニュアンスを真似してるんですね。もともともちろん私もコンサルやってましたから、やってますから、分かっているつもりだったんですけど、まあでも、まずは徹底的に真似しようと。あ、ということで、お二人の投稿とかを逐一チェックして、あ、そうだったんですね。自分の言葉に変えたりしてます。あ、なるほど、なるほど。徹底的に。悪く言えばパクらせていただいてます。まあね、パクるって、僕もぜひね、やっていただきたいなっていうふうに常にね、伝えてるんですけど、パクるって別にね、悪いことじゃないんですよね。うん。モデリングっていうのがあって、例えば最初じゃあバットの振り方とか、じゃあテニス初めてやる人が、そのフォームを習うときって、絶対コーチのその素振りとかのやり方を多分最初は型を身につけるために真似ると思うんですよ。で、そこからある程度慣れてきたら自分のオリジナルを入れていけばいいっていう段階になるので、もうまずは徹底的にパクると。そうですね。うん。まあ、事前にちょっと、許可いただいてやらせていただいたのが、うんうん、LINE の投稿、4つぐらい投稿を北野さんの真似させていただいて、それがそのままセミナーにつながって、うんうん、セミナーの参加者が14人ぐらいいたんですよ。おー、なるほど、なるほど。まあ、そのうち私の元塾生もいるから、14名中結局10名が入会したという感じですかね。すごい制約率ですよね。まあ、新規の方が、そのうち6だから、8分の4だから半分ぐらいですね、新規が。なるほどですね。じゃあやっぱりそのインスタの投稿とか、まあ、その投稿っていうのはその投稿のレイアウトとか、その文字の付け方とか内容もそうだし、はい、でインスタだけじゃなくて LINE アットの配信内容も結構、まあ、私自身の配信をモデリングしていただいた結果、セミナー集客につながって、そうですね。で、そこから制約につながったと。はい、うんうん、特に LINE はほとんど真似させていただきました。ああ、なるほどですね。インスタはちょっと自分のテイスト入れました。確かに、戸張さんの場合であれば、僕とですね、まあ、業種は結構近いので、モデリングかなりしやすかったんじゃないかなと思うんですけども。そうですね。素晴らしいですね、はい。なるほど。ちょっと次にお伺いをしていきたいなと思うのが、はい、まあ、売れるまでのフローってとこなんですけど、戸張さんの場合、インスタから、LINE? そうですね。LINE につながって、で、そっから、もう全員セミナーって感じですかね。そうですね。ズームセミナーを開催しました。あ、なるほど。じゃあ、これはリアルのセミナーではなくて、もうオンラインのセミナーであると。はい。自宅で、そのままズームセミナーに行きました。ズームセミナーにつなげて、そこから、まあ、最後、お電話でって感じですかね。そうです。セミナー直売りって感じですかね。そのアンケートもちょっと LINE のやり方真似させていただいて、ええ。そのままなんか結構
入会しますみたいなメッセージが来るので。なるほどなるほど。じゃあお客様から入会したいですと、そんな感じでしたね、とメッセージがもう来ると。そうですね。で逆になんか相談させてくださいってお願いされるような感じで。素晴らしいですね。でもよくあるのが、よく売れないコンサルタントあるあるで、例えばお客さんにもう買って買ってみたいな、逆に押し売りになっちゃうみたいな方って結構未だにたまに見かけるんですけど、じゃなくてもうお客さんから買いたいと。で逆にこちらとしてはもう、理想のお客さんを審査する側にあるっていう感じですよね、うん、本当に自分を必要としてくれるお客さんからまあ直接問い合わせをいただける、まあ、そういった流れを作ることがまあできていると。そうですね、うんうん、すごくおかげさまでうまくいきました。素晴らしいですね。まあ、今ですね、まあ、すごい、月賞ですね、まあ、300万以上上げられている戸張さんなんですけれども、うちのアカデミーに入る前と後での何か変化とかってありますかね、はい。まあ、それはビジネス面的な変化なのか、もしくはプライベート面的な変化なのか、まあ、心理面的な変化なのか、まあ、いろいろあると思うんですけども、まずそうですね、うちのアカデミーに入る前って集客面ではどんな感じだったんですかね。実は結構いろいろありまして、短くできるだけ話すと、はいはい、ちょうど去年2019年が娘が小学校6年生になったんですね。あ、そうなんですね。で、ミニバスバスケをやってますので、はいはい、でこんな格好してるんですけど、あ、そういうことですね。はい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 。バスケに週5回、水木金土日と付き合って、最後の小学生だから一生懸命全部応援しようっていうことで、決めたのはいいんですけど、うん、仕事の時間が半分以下になったんですね。ああ、なるほどですね。で、そんな中で私どちらかというとリアルで人に会って、交流会とかも主催してますので、ビジネス交流会を9個ぐらいこう支部統括とかやってるんですけど、すごいですね、うん。そういうことをやってて集客をしていた人間だから、はいはい、会えなくなっていくにつれて売り上げが下がってたんですね、やっぱり。ああ、なるほどなるほど。リアルにずっと頼ってたので、リアルに依存していた。そうですね。もうリアル7、ネット3ぐらいでした。それがあって、夏ぐらいにちょっと苦しんだ挙句、SNS を何とかしようと思って、まあ最初ネットを探したんですね。ネットマーケティングでやらないともう無理だと思って、まあ変な話、体育館とか駐車場とかでやんなきゃいけないんですよ。なるほど、なるほど。となるとスマホじゃないと無理だと思って。確かにパソコンだってね、 Wi-Fi ないぞってなるんでね。パソコンもきついなと思って、まあ、駐車場車の中でやってましたけど、そんな中で SNS がやっぱいいなっていうので探してて、まず上村さんかなんか、あ、福田、うちの副代表のね、上村から、うん、はい、すごいなと思ってて、上村さんから北野さんの紹介かなんかどっかのタイミングであって、たどり着いたんですよね。だから結果的に去年は最後11、12月で SNS 研究した結果で、うんうんうん、最終的には昨年の、2018年の売り上げ超えたんですよ。おお、素晴らしい。ただ、結構きつかったです、それまでが。だから本当に SNS のこのアカデミーにたどり着かなかったら、ちょっときつかったですね。ことですね。じゃあ本当にもう命綱というか。いや、助けられましたね、ちょっともう。うん、なるほど。さすがにどうしようかと思いました。まあ、この SNS を使うことでコストをかけずに、そしてどこにいたとしてもスマホ 1本で集客ができると。そうですね、うん、もう私の理想の形です。完結できたってところがやっぱり一番大きかった点ですかね。はい、うん、だからもう売り上げも心情もいろんな変化がありましたね、うん、やっぱあれですかね、よくあるのが、まあ、たまたま今月はリアルで集客できたけど、じゃあ来月はまた同じくらい売り上げ上げられるのかっていうところでまた不安になるとか、ね、来月も同じくらいお客さん集まるのか不安って方結構多いと思うんですけども、そこら辺のやっぱ精神的安定度とかもはどうですかね、昔と前だと。もともとそのリアルでやってた時っていうか、まあ今でももちろんやってるんですけど、は本当にリアルの交流会の参加回数で、なんていうかな、ビジネスモデル作ってたんですよ。はい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 。一回参加すると大体3人ぐらいがセミナーに来てみたいな、なので参加しないとっていうのがあったので、参加できなくなっちゃったので、はいはいはい、そういう意味では今は本当に交流会に週2回ぐらい参加してたのが、もう月1、2回に帰ってますから、まあネットでそれをモデル組めるようになったってことですね。それを全部リアルでビジネスモデル組んでたので、それをもうネットにすることによっていわゆるレバレッジがよりかかるというか、まあ、テコの原理で少ない労力で最大の成果を生み出せる。はい、ね、もう労力も移動時間もないし、
場所が関係ないというのがすごいですね。確かに。しかも交流会だとね、場所代とかでやっぱお金とかもかかりますし、私名古屋とかも行くんですよ。あ、そうなんですね。名古屋で交流会もやるんですよ。すごいですね。時間、はい、場所代、移動時間、遠征費用、時間、こういった費用っていうのがもう一切ネットを使うことによってゼロにできることが、まあ、可能になったと。すごいですね。びっくりしました。そうですよね。そう、ネットを使うレバレッジをかけたかったらもうネット集客であるということですね。あ、そうですね。うん。では、最後にちょっとですね、あと、まあ、二つぐらい聞いていきたいなと思うのが、はい、私、北野のですね、これ本当に、皆さんあれです、打ち合わせとか一切しないんですけど、戸張さんが僕のことを初めて見た時の、ぶっちゃけの感想とか印象、はい、僕に対しての印象をちょっと教えていただきたいな、っていうふうに思うんですけども、最初僕に対してどんな印象でしたか？動画で初めて見たのが初めてだと思うんですけど、まだ隠せないですもんね。はいはいはい。その時は、若いのに、私よりも喋れるなと思いました。あ、若いのに。すごいなと思いました。私より喋れる。自分もコンサルで6年7年セミナーをもう何百本もやってきてますけど、私よりも喋れるし、頭の中全部入ってるし、どうすればこんな若いのにそうなれるんだろうと思って、その興味と、もう年齢関係なく、ちょっとやっぱり、私も価値観変えて、はい、こう自分より年下で圧倒的に年下に教わるのがいいんじゃないかと思い出したんですね。ああ、そうだったんですね。北野さん、24歳とか思ってますか？今年で25になる年ですね。そうですよね。はい。で、なんかこう、すごく価値観がひっくり返るぐらいすごいなと思ったんですね。ああ、そうだったんですね。すごく好印象でした。好印象だったと、ありがとうございます。なんかこう、若い方って結構、北野さん全然そんなことないんですけど、若い方って結構こう、鼻につく方が散見されちゃうので、はい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 。すごくこう、上から来る方が多い中、あ、そうなんですね。私も気をつけなきゃいけないと思ってやってますけど、やっぱコンサルってどうしても結構上から行っちゃったりとか、する方が多い。まあそういうのが好きな方もいるんでしょうけど。まあ確かにね、人によりけりってところでありますけどね。なんかすごく若いくて、よく喋れて、頭良くて、謙虚だなと思って、すごい引き込まれました。ありがとうございます。なんかそう言っていただけたら、すごい。あ、なるほどですね。まあ、結構他の方とやっぱ実績者の動画をお撮りさせていただくときとかは、なんか結構最初、周囲さんって、めっちゃ怖そうな印象でしたっていうことが結構言われること多くて。あ、全然。あ、そんな感じはしなかったですか？うん。あ、よかったです。はい。私が怖いって言われます。トマリさんもね、結構優しそうなあの雰囲気が出てますけどね。一緒に今日動画をお撮りするのは戸張さんで初めてなんで。そうですね。初めましてですね。初めましてということで。はい。じゃあ、次そうですね。うちのアカデミーに入る前の当時の戸張さん自身に何か、はい、昔の自分に何か一言言葉を投げかけてあげるとしたら、どういった言葉を投げかけてあげたいですか？そうですね。まあ、成果を出したくてやってましたので、成果を出すために投資するならもう間違いのない場所があるよって言ってあげたいですね。ああ、なるほど、なるほど。投資はもうするつもりでいたので、うん、でも何に投資するかにやっぱりこう模索してたんですね。なるほど。もうその投資先っていうのがもうあるから、もうそこに、うん、まあ、勇気持って一歩踏み出していて大丈夫だよっていう。そうですね。まあ、50万だろうと100万だろうと何倍にもなって帰ってくる場所だっていうのが、うん、私も最初に見てそう感じましたので、うん、早く知りたかったです。なるほど。もう2年ぐらい早く知ったらもっと、バスケ楽にできたのに。まあ気づいた時がね、もう一番早いんで。そうですね。うん、確かに。でも本当に、感謝してます。ありがとうございます。まあ、お金って結構、安いから出すとか、高いから出さないっていう考えも、結構多いと思うんですけど、このビジネスにおいては、高い安いじゃなくて、それが何倍になって返ってくる見込みがあるのかっていうところですよね。うん、私もだから、即決で多分、セミナーの後10分ぐらいで決済したって。めちゃめちゃお申し込みが早かったですよね、ゾワリさん。いや、もうさすがのマインドだなと思いますけれども。いやいやいや、もうとにかくすぐやりたいです。スピードですね。うん。じゃあ、これ本当に最後のラストの質問になるんですけども、はい、この動画を見てくださっている方って、まあ、コーチコンサル業とか、はい、まあ、主に今店舗事業されている、まあ、フリーランスとか、経営者としてやられている方が多いと思うんですけど、そういった方々に向けて、戸張さんから何か一言を投げかけてあげるとしたら、どういった言葉を最後皆さんにから
もしあればですね、一言お願いいただきたいなと思うんですが、うん、まあ、この動画をいただいている方は北野さんのファンだったりとか、北野さんの動画いろいろ見られている方だと思うんですけど、やはり私自身もコンサルなんですが、こうコンサルであろうとやっぱりちゃんと教わるメンターとかが年下だろうと年上だろうと関係ないと思うんですよね。ええ、やっぱりこうその人柄、北野さんの人柄とか、あとはノウハウの素晴らしさ、体系化されてる、こう、もう隙がないって言い方したら変ですけど、全部あるじゃないですか。もうそういうとこ考えたら、もうちょっとでもいいなと思うんだったら、思い切って早く、一日でも早くやることがおすすめですかね。遅れれば遅れるほど稼げる日が遅くなっていくだけですから。ちょっとでもいいな、ピンときたら一日でも早く行動に移していくと。もう早くセミナー行くか、北野さんのオフィスメンバーか分かんないけど、聞いた方がいいかなと思います。早くセミナーに行こうと。このうち北野さんも人前に出なくなっちゃうかもしれないですからね。まあそうですね。うちもどれいつまでやってるかっていうのも未定なんで、まあ、できるだけ早めにセミナーに行った方がいいよということですね。北野さんが現役でやってるうちに行った方がいいんじゃないかと。なんかそう言っていただけたらすごいありがとうございます。はい。私もたくさん吸収させていただきます。こちらこそよろしくお願いします。はい。ということでですね、まあ、今回、戸林さんと一緒に動画をですね、はい、撮らせていただいたんですけども、今回、このですね、SNS マーケティング専門家のこの戸張さんのですね、LINE アットの配信、まあ、すっごいですね、ためになる、上手な配信をされていらっしゃるので、この戸張さんのですね、ぜひ LINE もチェックしていただきたいなと思うんですが、ありがとうございます。はい、下の概要欄にですね、戸張さんの LINE のリンク、貼っておきます。で、そちらからね、お友達登録していただくと、今だけ、こちらのですね、コストをかけずにビジネスを急成長させる戦略的3ステップ、集客の教科書、動画、マニュアルというのをですね、プレゼントして、無料で手に入れることができますので、ぜひね、下の概要欄からプレゼントね、戸張さんから、ゲットね、してみてください。はい。はい。こちらあれですよね。戸張さんの LINE 登録したらすぐにプレゼントがもらえるっていう感じですかね。はい。はい、OK です。ぜひね、こちらもチェックしてみてください。またね、今回の動画少しでも勉強になったよという方はぜひね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録もね、よろしくお願いいたします。はい。ということで、戸張さん、本日はね、お時間いただき本当にありがとうございました。いえ、ようこそありがとうございました。はい。